アーセナル冨安、緊急事態でベンチ外へ。冨安が先日行われたアーセナルのテストマッチでベンチ外になる。アーセナル VS レイトンオリエント FC の親善試合が行われ、トレーニングに合流しているトップチームメンバーの中で唯一、冨安だけがベンチ外となった。ちょっとでもベンチ外になると負傷を疑われる男。練習参加はしてるし、15日から合流したばかりなのでコンディション調整だと思いたい。オフ明けで怪我した状態で合流は印象悪いよな。マネチシチ。つい1週間前は久保とイチャつきながら、なでしこの試合を観戦したり、2人で自主練りもしていた模様。たった1週間で何があったのだろうか。日本の現サッカーファンから過保護に扱われる冨安。ちなみに、ソシエダの親善試合で久保もベンチ外だったよな。もう、冨安のテディベア座りは見たくないよ。このベンチ外が負傷じゃないなら、移籍の可能性もワンチャンあるやん。もう、冨安がシーズン通して負傷せずにプレイできると思ってないから、せめて大事な時にいてくれ。インテルはずっと冨安にラブコール送ってるし、3バックで CD の役割できるから移籍あり。日本市場でもトップ10に入るほどの捨て体質なのがもったいない。怪我しない冨安はワールドクラスなんだけどな。カラフィオーリが来たら冨安やばくね。